ウボアオ。皆さんこんばんは。化石をラッピングしているということは、今回こそミッチェル君から写真をもらうわよ。でも、ミッチェルだけじゃないよな。まだ写真をもらってないのって。今いるネギガナイ島のメンバーで写真をもらってないのは、ここを歩いてるジャスミンさん。それと、マリリンさんとリリアンさん。あとはパッチ君ね。全然写真をもらえてないんだな。そうよ、ミッチェル君だけじゃないわけよ、写真をもらえないのはね。じゃあ今回はその5人から写真をもらえるまで終われませんをやってもらうぜ。マジですか。5人からもらうのはさすがに長期戦になりそう。お返しなんですがコメディアンの服です。いつも通りの謎なセンスの服のお返しね。そうそう、今日はもうジャスミンさん以外の住民にプレゼント渡し終わってるから、本格的な活動は明日からね。明日からのために収納に溜まってた化石の鑑定。寄贈してないのは受け取ってもらえないんだよな。プレゼントに使える化石はあまり獲得できなかったわね。化石を使い果たしたら株をプレゼントしないとな。次の日。それじゃあここから本格的に写真チャレンジをスタートするわよ。ただ写真チャレンジをするだけじゃ面白くないから、出会った住民に必ずプレゼントを渡すことにしようぜ。そのルールだとすぐにプレゼントが枯渇しそうな気がするんだけど。おお、早速純とご対面だぜ。純くんには特別にプレゼントよ。お返しが服だった場合は着替えるんだぜ。受け取ってくれ原始人な服だ。本気で言ってるの？霊夢、原始人になりきってくれよな。まあ純くんがしてほしいっていうコスプレなら大歓迎なんだけどね。なんか元気な原始人って感じだな。走ってるからそう見えるだけなんでしょうね。はい、ジャスミンさんにプレゼント。めっちゃ嬉しそうだな。中身はプレゼント用の化石なんだけどね。こんな立派な化石をいただけるなんて。これをお持ちください、ジャスミンの写真です。まさかの。あっさり写真ゲットね。お次はマリリンさんよ。あ、ボタン連打で普通に話しかけちゃった。普通に話しかけるだけでアメフトのヘルメットをプレゼントしてもらえたな。全然嬉しくない。原始人の服とのアンバランスさがたまんないぜ。このヘルメットと合う服なんてほとんどないと思うわよ。マリリンさんのセンスは独特だぜ。まあディプロドクスの胸ね。ありがとう。お返しと言っちゃなんだけど講義室の椅子をあげるわよ。できればヘルメット以外の帽子が欲しかったわね。さあミッチェル君、勝負よ。もらうからにはお礼をしないとね。このホテルマンな服を受け取ってよ。動く。今日もダメだったな。ってことでお着替え。このヘルメット早く脱ぎたいわね。マリサの決めたルールに従ってグミさんにもプレゼントを。お礼と言っちゃなんですがグミの写真です。どうぞお持ちください。今日は二人から写真をもらっちゃったな。これが化石の効果ってやつなのかしらね。のみがついてても写真をくれたんだな。私のみを連れて歩いていたんですね。ちょっとショック。オーバーストライプシャツをあげちゃうよ。ごく。パッチ君はダメだったわね。一番の新入りだからまだ仲良くなってないかもな。マリサ、落とし物チャンスよ。写真が欲しい住民が落とし主ならいいのにな。前にマリリン君が持ってるのを見たような気が。ごく。これは大チャンスね。でも先にリリアンさんにプレゼントを渡すわね。はいどうぞ。もらうだけじゃあたいの気が済まないしさ。このサーモンとメガネをもらってよーレイム。もしかしてメガネをかければ。ヘルメットを脱げた。リリアンさんナイスーってことなのでいつものリボン付きウィッグをかぶるわよ。それはルール違反だぞ、レイム。さあマリリンさんの落とし物チャレンジよ。落とし物を届けて写真をもらうケースが結構報告されてるから期待大だぜ。なるほどなるほど。フードショップのユニフォームいただきました。次の日。今日も変わらずプレゼントを渡していくわよ。こちらをお持ちください、割烹着です。そこそこいい服をもらえたんじゃないか。なんかこのメガネが気に入らないわね。じゃあ代わりのメガネをもらうしかないぞ。お返しと言っちゃなんだけどこのモノクルを受け取ってくれるかい。さすがジュン君、今の私の気持ちをよく理解してくれてる。私何をしてたんだっけ。写真集めだぜ。ジークさんと出会ってしまった。熱血漢字 T シャツってなんだろうな。一面に魂の文字が書かれてるわよ。リリアンさんおはよう。はい、アンダーリムメガネ。せっかくジュン君からもらったモノクルが。次はミッチェル君よ。この丸縁メガネを受け取ってよ。動く。ネギガナイ島は空前のメガネブームだな。丸縁メガネは似合うのかしらね。どのメガネをかけても微妙な気がするわね。メガネ姿を見慣れないからそう思うのかもしれないぜ。シベリアさん、こういう時は空気を読んでメガネを渡すものなのよ。マリリンさん、見つけるのに苦労したわよ。たまにいるんだよな、買い物中の住民がな。博物館にいる住民が一番探しにくいわよね。探しても見つからない時は諦めちゃうよな。何かお礼をしなくっちゃ。マリリンの写真を受け取ってちょうだい。2枚目の写真意外と早かったな。毎日1枚もらえればあと3日で終われるわね。パッチ君が見つかりませんでした。グミさんから全身タイツをもらって2日目終了。
次の日、おしゃぶりを代わりにプレゼントするね。1日の初めはいつも順にプレゼントしてるな。家同士が近いからこうなっちゃうわね。今日はパッチくんがすぐに見つかった。このエプロンを受け取ってほしいな、悟空。やっぱりダメか。こちらのカンカンボーイをお持ちください。ってことはリボン付きウィッグが、ボンデリングになっちゃうな。さあ、ミッチェルくん勝負よ。お礼として君にこのストローメガネをあげちゃうよ、悟空。なるほど、まだメガネブームは終わってなかったのね。っていうか、ストローメガネって一体何なんだ？文字通りストローのメガネなんでしょうけどよくわからないわね。ジャスミンさんからデニムのサロペット、グミさんから前結びのワイシャツをもらって一日が終了。さあ今日も勝負よ、ミッチェルくん。今日は手応えありそうか？手応えなんてあるわけないわよ。もらうからにはお礼をしないとね、この野球の服を受け取ってよ、悟空。なんか久々に来たわね、スポーツ系の服が。スポーツ系の服は定番だったのにアルゴリズムが変わったのかな？お礼と言っちゃなんだけどよかったらもらってよ。はい、ネオンのサングラス。ネオンのサングラスも知らないアイテムね。なかなか個性的でいいと思うぜ。本当は全然いいと思ってないでしょ？まあ、リアルで売ってたら確実に買わないぜ。素直でよろしい。このドクロ T シャツを受け取ってほしいな、悟空。パッチくんがドクロ T シャツを買うなんて意外すぎなんですが、その後グミさんからライト付きヘルメットをもらって1日が終了だぜ。次の日、このシンプルフリルキャミソールをあげちゃうよ。おかしなメガネを代わりにプレゼントするね。ジュンくんはこういうお茶目なところがあるから好きなのよね。何かお礼をしなくっちゃねえ、このビジュアル系コスチュームを受け取ってほしいな、悟空。今日もまた写真をくれないのね。あー、暗くなってきたー。その格好で泣かれても全然辛そうに見えないぜ。リリアンさんがトタケケに夢中でプレゼントを渡せないじゃないの。お客さんはリリアンさんだけだからな。次の日、おかしなメガネはどこに行ったんだ？ポストに届いてたベネチアンマスクに付け替えたから収納しちゃった。いただくだけでは申し訳ないのでお持ちください。大盤からワンピです。ここに来てまともな服をもらっちゃったわね。まだまだ色々残念だけどな。フードショップの帽子を受け取ってほしいな。このワンピースとの相性はどうなのかしら？まあ悪くはないかな。特に良くもないわよね。でも画面でミッチェルくんがこの辺りを歩いていたんだけどどこにも見当たらないわね。住民がデモ画面の位置にいないのはよくあることだよな。リリアンさん、たまには椅子から立ち上がってくれないかな？今日もプレゼントを渡せないのか。ってことでジュンくんにプレゼント。アウトドアハットを代わりにプレゼントするね。このファッションはパーフェクトだわ。ミッチェルくんがどこにもいないからタヌキ商店を覗いてみたんだけど、ここではないみたいだぜ。ドレミさんの家に遊びに来てるかもと思ったんだけど、 DIY 中だったな。あー、すみません、今物がいっぱいなんですか。たぬき商店に行っても着物を売りましょうか。さっきは誰もいなかったのにミッチェルくんがいるじゃないの。この現象は一体何なんだろうな。偶然だね、悟空。さあ、今日も変わらずプレゼント。もう待ちきれないから今すぐに開けちゃうねー。もしかしてこれアイアンシェルフ？霊夢、まさか不用品をプレゼントしてるんじゃないだろうな。不用品何のことかな？ちゃんとお部屋の片付けしてから飾ろうっと、うっふ楽しみだな。お礼として君にはこのミッチェルの写真をあげちゃうよ、悟空。とうとうミッチェル君から写真をもらっちゃったわよ。これにてミッチェル君の写真チャレンジ終了ね。まだリリアンさんとパッチの写真をゲットしてないぜ。それはそうと、リリアンさんもパッチ君も写真がもらえるくらいの仲なのか、全くわかってないんだけど、こういう時に使えるのがハッケミーの占いだぜ。これ以上にないくらいの強い絆で結ばれていると言えるでしょう。リリアンさんとは写真のもらえる仲になってると言えるわね。パッチ君との仲も気になるから次の日にハッケミーに占ってもらいに来たわよ。まだ写真がもらえる状態じゃなかったらここから仲を温めないとだぜ。おやおや、見えてきましたよ。あなたのことが大切な存在、そしてもっともっと親密になりたい、そんな強い気持ちを感じますね。写真をもらえる状態じゃなかったってことなので、1万ベルを払って仲良くなれるようにお祈りしてもらうわよ。あつ森にも若干ブラック要素が残ってるんだよな。ここから先も今まで通りプレゼントをしていくしかないんだけどね。この丸メガネもらてよ、レイム。このレインコートを受け取ってよ、悟空。このミニサボテンを受け取ってよ、悟空。この前開けたアーティをもらってよ、レイム。パッチはともかくリリアンさんもなかなか手強いな。長丁場になりそうな予感ね。このスケボーヘルメットをあげるね。このサイクルキャップをあげるね、レイム。このヒロインスーツをもらってよ、レイム。さっきからリリアンさんばっかりなのはパッチくんが見つからないからなのよね。そういえばしばらく会ってないな。おお、やっと見つけたな。
ここの家主のゲンジさんはマリリンさんと交代で呼び戻したわ。このノースリーブ襟付きシャツをあげちゃうよ、悟空。今日もダメだったわね。この刺繍のキャミソールを受け取ってよ、悟空。リリアンさん、はいどうぞ。ミニサボテンセット、これって本当にあたいがもらっていいの？あ、やばい、霊夢どうした？安いプレゼントをあげちゃった。買取価格が750ベル以上じゃないと写真はもらえないものな。もう間違えて安いプレゼントは包んだりしないからね。これ、ひょっとしてアイアンガーデンチアじゃない？パッチくん、ナイスリアクションね。お礼として君にはこのパッチの写真をあげちゃうよ、悟空。まさか最後までもらえないのがリリアンさんになるとはな。この勢いでリリアンさんからも、このプロレススーツをあげるねー、霊夢。写真はもらえませんでした。はい、カマキリヘッド。この向きのハンチングをあげるねー、霊夢。この船乗りの帽子をもらってよー、霊夢。はい、シルクハット。帽子ばっかりじゃないのー。霊夢です。虫取り大会なのでプレゼントを受け取ってもらえないとです。こういう橋の上で写真をもらえるとドラマチックよね。霊夢のいでたちがドラマチックとはほど遠いんだけどな。見つけた住民にプレゼントをあげてたらこうなったのよ。そのルール律儀に続けてくれてたんだな。見せ場がないからカットになったけどね。ただでもらうのなんか悪いし、このリリアンの写真もあげるねー、霊夢。やっと終わったー。これが私のもらった写真一覧よ。住民を入れ替えて写真コンプ目指そうぜ。まだまだ続くのね。次回もよろしく。もももー。